ウリタ純子といえば顔にまで入れ墨を入れています。こわもての顔に入れ墨が所狭しと入っている顔に見覚えがある人もいるでしょう。幼少の頃から不良少年として知られ、東京都内では有名な不良でした。さらにはスキャンダラスな人物としても有名です。いろいろなところで騒ぎを起こすトラブルメーカーとしても。そんなウリタ純子ですが、2008年に初めて総合格闘技の大会に出場します。ジ・アウトサイダーはセミプロからアマチュアの不良や腕自慢などを集めて強さを競う大会。今大人気の格闘家で YouTuber でもある朝倉未来が出場していたことでさらに知名度を上げています。そのジ・アウトサイダーから格闘技に出場したウリタ純子の戦績は1勝125敗。どういうことかと思うかもしれませんが、通算成績は1勝125敗なのです。一体どのような格闘人生を送っているのか気になるのではないでしょうか。まずはウリタ純子の幼少時代から見ていきましょう。1、ウリタ純子の幼少時代から刑務所に入るまで。1979年12月4日、東京の新宿歌舞伎町の花屋にてウリタ純子は生を受けます。新宿歌舞伎町で生まれたというのが後の人選を暗示している感じさえあります。父親は伝説的な暴走族の2代目総長ウリタ義久。時期は不明ですが、両親は離婚しており母親と暮らしました。小学校当時から不良少年として知られ、中学生時代の素行の悪さは手のつけられないほど。新宿区から杉並区の中学校へ強制的に転校させられるほどでした。後に騒ぎとなった六本木クラブ襲撃事件の主犯格の人物、関東連合のメンバーで後に AV 監督となる松島茂などと知り合っています。その後17歳でヤクザへの道へと進みます。そして執行猶予中だった2003年に覚醒剤取締法違反で逮捕され、3年半の懲役刑を受けました。2、刑務所内の文芸コンクールで大賞を受賞。ウリタ純子は刑務所にいる間に刑務所の文芸コンクールに作品を発表しました。5500人の中から見事に大賞を受賞した作品名はマザー。ウリタ純子はこれが人生で初めてもらった賞状だったとのこと。これがきっかけで作家を志すようになったということですね。服役中に暴力団を脱退し、堅気となって出所。そして作家に転身し、2008年にはドブネズミのバラードという自伝的作品を発表しました。その後もピラニア、雨の街、俺たちの絆、泥だらけのありがとう、遺書、関東連合崩壊の真実と、ある兄弟の絆などを発表。オフィシャルブログやウリタ夫妻で、ツイッターやインスタグラムも運用しています。3、2008年に総合格闘技大会のジ・アウトサイダーに参加。ウリタ純子は2008年に格闘技にも参戦します。前田明がプロデュースするセミプロからアマチュアのための総合格闘技大会です。育成という面も兼ねているわけですね。このジ・アウトサイダーという格闘大会はこの年に旗揚げされた大会でした。その目玉としてウリタ純子が出場する運びとなったということですね。腕に自信のある不良や喧嘩自慢のアウトローが集まり、その中で最強を目指すというこの大会。まさに腕自慢や刺激が足りないと思っている喧嘩好きにとってはうってつけの場所です。ウリタ純子も相当の悪であったということから、大会のコンセプトに合っていたのでしょう。3月30日に行われた初戦は1ラウンドドクターストップで勝利ですが、同年7月19日に行われた第2戦では1ラウンド28秒で TKO 負け、レフェリーにストップされた後もかなりの興奮状態で足をバタつかせ続けたとのこと。その後ジ・アウトサイダーに出場することはなくなりました。その理由は定かではありません。ですが一説によると、試合前にこね始め前田明に張り手をかまされたこと、さらに試合が終わった後、対戦相手の大谷正弘をウリタ純子の仲間が取り囲み大勢で嫌がらせしたとも。その後10年間
ジ・アウトサイダーに出場することはありませんでした。しかし2018年に10年ぶりに出場することが決定します。10年ぶりに前田明と和解しリングに上がることになったのです。瓜田純氏に勝ったら10万円というキャッチーな企画もつきましたが、結局負けてしまいました。4. スキャンダラスな事件に巻き込まれる。瓜田純氏は数々のスキャンダラスを起こした人物としても知られています。2012年歌手デビューさせようとしていたモデルのソフィア・グリーンウッドに対する脅迫罪で逮捕されています。家族や事務所ごと潰してやる、芸能界から消えろ、弟がどうなっても知らないぞ、長期のような脅し文句を発したようです。どうやら歌手デビュープロジェクトがうまくいかなかったことへの怒りが原因のようですね。ですがその後は無罪放免となり10日で釈放されました。さらには2013年10月に千葉県内で腹部などを刺され重傷を負います。一緒にいた内藤博史が初めに狙われたのですが、瓜田純氏はそれを助けようと重傷を負うことに。内藤博史は首などを刺され生死をさまよいましたが無事一命を取り留めました。また関東連合との関係も外すことはできないでしょう。殺人事件として話題となった2012年の六本木クラブ襲撃事件の主犯格は関東連合の実質的統率者でした。その他の関東連合のメンバーとも付き合いがあった瓜田純氏、2013年に自分は全く事件に関係ないとスパと週刊大衆ヴィーナスのインタビューを受けています。自身のブログにおいても事件のことを非難しています。六本木クラブ襲撃事件の伏線にあたると言われる2008年西新宿関東連合関係者撲殺事件、この事件で殺害された人物とも10代の頃から顔見知りだったとのこと。2週間後のジ・アウトサイダー出場時にガウンにハングルを塗り込み参戦しました。それは殺害されたその人物の出自が韓国だったためその鼻向けだったとのことです。5. 現在は YouTuber としても活動。瓜田純氏は自身と妻のチャンネル瓜田夫婦で YouTuber としても活躍。アウトロー界のカリスマと言われる瓜田純氏ですが、登録者は17万人を超えています。やはり普通に生きていては体験できないことを経ている瓜田純氏に引きつけられる人が多いのですね。ですが瓜田純氏のチャンネル登録者数が押し上げたと思われる人物が存在します。それは今や大人気の格闘家であり YouTuber でもある朝倉未来です。朝倉未来も少年時代に喧嘩に明け暮れ荒れた時期を体験しています。そのあたりは瓜田純氏との生い立ちとオーバーラップするものがあるのではないでしょうか。また2人ともジ・アウトサイダーに出場したという共通点もあります。瓜田純氏は戦績は振るいませんでしたが、朝倉未来は2階級制覇を成し遂げました。そして朝倉未来は現在も総合格闘技の最前線で大人気格闘家として活躍しています。戦績こそ天と地の差ほど違いますが、少年時代に喧嘩に明け暮れていたという共通体験があります。そのことを共通言語で話せるというのはかけがえのないことだと言えるではないでしょうか。しかも世代の違う若者と語り合えるというのは、チャンネルのコンテンツも豊富で瓜田純氏自身の曲のミュージックビデオ、大物 YouTuber とのコラボなど昔のヤバい出来事の回想や何気ない街ブラほか、瓜田純氏をエンターテインメントとして楽しめます。まとめ、アウトロー界のカリスマと呼ばれる瓜田純氏について駆け足で見てきました。いろいろなアウトローの関係を駆け抜け現在でも走り続けている瓜田純氏、一度見たら忘れられないインパクトがある入れ墨だらけの顔のように、ある人たちに対してインパクトを与え続けながら活動を続けていくことでしょう。